うなぎのグッズ好評発売中。はい、どうもうなぎです。今日もドッキリを仕掛けたいと思います。で、今回もインスタグラムで募集しました。今回のドッキリは、もしもリスポーンの前にビーコンがいっぱい置いてあったら、ノラの人はどんな反応するのかっていうドッキリを仕掛けていきたいと思います。イメージはこんな感じ。レギュラーマッチやってしまうと、もしかしたら迷惑かかってしまう、最後の一人の人に迷惑かかってしまうと思うので、プラベにしました。ではちょっとドッキリの練習をするので、皆さん集合してください。めっちゃ走って、お前ダイエット器具か。ここにね、いっぱいビーコンを耕しておきましょう。もう数はもう無限大だ。いっぱい、とりあえずいっぱいで、レスして帰ってきたターゲットがこれを初めてバッて見たとき、どんな反応するのかなっていうドッキリを仕掛けていきます。気持ち悪いな。キモいな、これ。ここにビーコンこんなにあったら、いや俺でもちょっとはーってなるわ。何これって、何このプラベーってなるわ。いや、これ楽しみですね。3人ターゲットを作ろうかなと思ってるんですけど、全員にこれ仕掛けていきたいと思います。ということで、ドッキリスタート。今回のターゲット、コウスケくん。いきなりやるとバレちゃう可能性あるので、最初の1試合目だけ普通にやって、2試合目からドッキリをスタートします。はい、間違えしました。ショッツル鉱山縄張りバトルで、今回は、まあ、最初は、まあ、ドッキリじゃないよって、普通の試合だよってのを見せつけるために、とりあえず縄張りバトルをしていきましょう。で、うちのチームにコウスケくんいないから、コウスケくんいたらここにいっぱい仕掛けられるんですけど、コウスケくんね、バレないようにね、仕掛けたいよね。なんかどっかコウスケくんが戦ってる間にみんなで植え付けといて、で、コウスケくんがやられます、やられた後に、あれ何これみたいな、リスポーンから出てきてほしいよね、よく言えば。 OK、 あ、コウスケ倒した。コウスケが倒した。 VTuber ですね、コウスケ。うわー、射程長い、強いな、ダイナモ怖いな。ナイス。これコウスケ？あ、違う。なんかすごいね、語呂が良くてね、コウスケって言うんじゃ、友達じゃないのに。よし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 、順調順調。順調に勝っております。なんか、弾かれたな。うわ、危ない。あそこに書かれてる。そいつばが。うわ、危ない。これ多分さ、普通の縄張りバトルだと絶対思ってる。勘違いしてる。もうドッキリで絶対バレてないよね、これ。おいしょおいしょ。ぬれ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 。最後ぬれ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 。よーし。はい、マッチングしました。で、今回は、リスポーンの前にビーコン置いていきましょう。他の人はみんなビーコンなんでね。いや、ビーコンだビーコンだビーコン。まずバレないように、いろいろ塗っとこう。敵をね、敵のビーコンも欲しいから、呼ばないといけないよな。来れるかな、敵。来れるかな。あ、コウスケにやられてる。今のうち来て、今のうち来て、今のうち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 。で、まだ置かないで、で、ここで、オッケー。飛んできてもらおう。もう一人には、カモンして飛んできてもらおう。やべ、カモンしちゃった。コウスケ来るかもしんない。早く置いて、早く置いて、早く置いて、みんな早く置いて、早く置いて、早く置いて。あ、コウスキが来る。あ、コウスキ来る、コウスキ来る。オッケー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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。コウスキどこ、コウスキどこ。あ、コウスキあっちいる。オッケーオッケー。やばい、ジグ塗ってるな。これやばくない？とりあえずコウスキを、あ、コウスキやられた、コウスキやられた、コウスキやられた。さあ、どんな反応するんだろう、見ていきましょう。コウスケ？あ、コウスケ気づかない。嘘だろ。嘘だ、これ気づかないのか。嘘だろ。なぜだ。あ、またコウスケやられた。今度こそ、今度こそ、今度こそ、今度こそ気づいてくれ。どう？あ、止まってる。
壊してる。めっちゃ壊してる。かわいいな。あ、もう自分のビークはメモくれずにもいいんだね。コウスケくん、ここに壊し残しがあります。これいっぱいあるよ。めっちゃぶっ壊してる。めっちゃぶっ壊してる。やばい。やばい。破壊してる。いや、面白かったですね。何でも壊しちゃう。次はもう一人仕掛けていきたいと思うんですけども、待ってる状況ですね。来た。ビレオくん。今回はビレオくんに仕掛けていきたいと思います。はい、抹茶しました。で、今回ビレオさんに仕掛けます。よろしくお願いします。ビレオヒレオだぞ。名前の通りビレオ目立つね。いいね、目立つね。最初ビレオくんにバレないように、ビレオくんあっちにやって、ビレオどこ行った？あ、ビレオあっち行ったね。おい、みんな来てくれ。あ、ビレオ待って待って、ビレオやられてる。ビレオ待って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 、ビレオやられてる。ちょっと待って、みんなやばい。ビレオがすぐしやられてる。これはまずいぞ。あ、やられた。ビレオくんがやられてる。リスキルされてる。ビレオがビレオリスキルされてる。かわいそう。あ、オッケー、いたチャンス、今がチャンス。チャンス、いけ。いや、今のうちだ。チャンス。ビレオどこ？あ、ビレオいた！あ、ビレオくんが攻撃されてる！強い、ビレオ。待って、ビレオ強いよ。一人で倒してる。あ、やられた！戻ってくるよ、ビレオくん。飛んでった？え、そこに飛ぶ？え、そこに飛ぶ？そこに飛ぶのか。いや、止まってる！かわいい。一個ずつ壊してる。かわいい。不思議だよね。そうだよね。煽ってる。そうなるよね。びっくりするもんね、こんな。でもやっぱ相手のは壊すんだね。さっきのさ、コウスケもさ、全部壊してたじゃん。あ、ジグンの壊せないよ、ジグンの。それはね、無理だ。仲良くなった。仲良くなった。ビレオと、みんな。うわお、危ない。ビレオくん仲良くしてくれました。よかったですね。で、最後は、ノアさん。3人目だ。さあ、来ました。ショッツル鉱山。ドッキリバトル。もう名前ドッキリバトルよ。あ、やばい。バレてる。味方にバレてる、敵が。降りないからバレてる。あ、やべ、逃げろ、みんな。相手チーム逃げてる。おい、見られてまだ置いてるとこ見て。置いてるとこ見られてる。ちょ、もういいや、もう頑張る。もうご利用しにするしかない。もう俺も行こう。オッケー。今のうち。あ、もう、目もくれず無視していっちゃった。ビーコンを無視していっちゃった。大人だ。お疲れ様でした。ドッキリどうだった？なんだかんだみんな反応してくれるの、可愛かったですね。こういう企画の募集は、Twitter もしくは Instagram。SNS を使って募集したりしているので、フォローしておくと、もしかしたらみんながターゲットにされちゃう可能性もあるのかな？なんて言って動画終わるんですけど、とても満足できました。本当にご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。